どうも、田島です。今日ね、奨学金が振り込まれて、で、いつもそのお金で暮らしてるんですけど、初日に5万円中4万円失ってしまって、でも明日から贅沢できないんで、今日最後の晩餐ってことで、寿司を買ってきました。でも、タバコもね、これがなくなったらやめるので、まあ、いい機会かなと。ダイエットもしたかったし、タバコもやめたかったし。寿司をいただきます。苦しいよ。バイトは絶対したくない、俺。痒くなるし、体が。バイトすると体痒くなるんで、バイトはしません。なんでも、ツイッターで、ペイペイこじきするか、欲しいものリストもやって、もういっか。なんか、吹っ切れましたよ。あと、裸の写真も売ろう。需要あるでしょ。男子大学生の裸の写真。くっそー。今日ね、これもらったやつね。ノンアルコールビール。くそ。くそ。マジでさ、途中まで俺いい感じだったのよ。初当たり軽くて。でも、はい、買ったって思って、何に使おうかなと考えてたら、めちゃめちゃハマって、途中から。しかも単発ばっかで。もう一生やんない、パチンコ。しょうもない。時間も金も無駄、あんなの。うまいわ。明日からはね、オートミールだけで、1ヶ月過ごすんで、わかんない、ほんと。なんか買ってくれる人探すかもしれない。でももう自分の力じゃもう無理だから。でもしゃあない、俺、ほんと勝った時はみんなに優しいから。結構お世話してるし。助け合いを、ほんとに。しょうもない。うまっ。ほんとはエヴァンゲリオンも見に行ったりさ、したかったんだけどね。でもエヴァンゲリオン俺なんか、ツイッター見て思うけど、みんなほど俺好きじゃないなっていうか、なんか、なえません？他の人の方が圧倒的に好きだなってなると、あ、俺全然そんな熱意ないからダメだなみたいな。もう見なくていいかってなっちゃう。だからちょうどいいわ、見なくていいや。なんか誰かネタバレしてください。全部教えてください。ただなんで、見なければ。あ、マグロから食べちゃった。サーモンから食べるだった。あんま好きじゃないから泣きそうだよ、本当に。単位も発表されたしね。もう龍角ですよ、龍角。でもそんなのね、誇らしげに言ったら負けよ。ツイッターでも YouTube でもさ、なんか留年しちゃった、えへへ、みたいな。留年とかタバコとかお酒をさ、アイデンティティにしてる人、かわいそうになってくるよね。俺はちゃんとまだ恥ずかしいと思えるもん。留年。親にも迷惑かけて。俺は立派よ、本当に。今日は運が悪かっただけ。畜生。
両隣のやつもさ、大学生ぐらいで、俺最初初当たり軽かったからさ、めっちゃドヤ顔で音量上げてたの。隣のやつハマったから。でも最終的にはそっちはめっちゃ当たって、俺ずっとハマって、あいつら絶対俺のこと見下してたよ。ふざけんな本当に。でもかわいそう、あんなちゃんとしてそうなね、容姿とかすごいちゃんとしてたのにさ、パチンコなんかハマって。普通だったら飲みサーとか入ってればもっと楽しい青春をくれたのにね。かわいそう、あいつら。勝てたとしてもね、ちゃんとバイトして働いた金で遊んだ方が絶対楽しいしさ。あいつらバカだよ。ああ春休み無駄にしちゃったな、ほんと。毎年そうだよ、中学くらいからそうじゃない、ほんと。今年からは頑張るぞって、頑張れない、もう。生きて生きて今日までさ、頑張れなかったからこうなったのにさ、明日から頑張れるはずないんだよ。だから頑張んなくていいや、現状維持でいいや。くっそ、もうめんどくさいんだよね、 YouTube 編集やめようかな。伸びないし、一銭にもなんないし、時間の無駄だよ本当に。けど俺コムドット見てて思うんだけどさ、やっぱ夢あるなって。あいつらみたいになってさ、楽しいだろうな、コムドット。俺もコムドットぐらいになれればな、パチンコなんか行かなくて済むのにな。なれる可能性あるじゃん、まだコムドットみたいに。それをさ、時給1000円とかのバイトでさ、可能性を潰したくない。俺は夢に向かいたい。はあ、伸びないかな。ああ危ねえ、くじけかけてたわ。思い出してよ、4万円ぐらいくれてやるよ、しょうもない。うわぁ、どうやって過ごそう今月。もう終わったよね。ああ考えの予想、今は寝て起きた時に考えよう、その時が一番頭が冴えてるから。今寿司食ってんだから、そんなねえ悩み事とか考えちゃダメよ。ああ